民が浪人に襲われておる。参る。民が浪人に襲われておる。ふぬけばかりか。民が浪人に襲われておる。誰が相手だ。Yeah.
るか調べるか。誰か。マジ。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。
勝負しろ。待たせてしまったな。酒井様、違いますか？お主は？春においでになった岡田の集落の者です。今や猛虎に乗っ取られ、非道の限りが行われております。よく覚えておる。必ず村を守ってみせよう。走れ、ロブ。
すっかり夜です。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か分かりません。ですがなぜか泣いてました。参る。ノブ、さあかかってこい。悪軍大将に噂っとった。そろそろだ。
腕試しといくぞ。お見事でございました。お主宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。こっちだ、ノブ。あの崖際に浪人がおる。ここだ。
なんとお強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。サンタがおるはずだ。そちらの精鋭を出せ。できたら早いの方がすんな。そうだ。ふぬけばかりか。
it's a weird tiny old. お侍、俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。
Ya estamos de vuelta. お目にかかれるな。ああ、熱。飢えて死んじゃないだろうね。誰のことだ？筒の外れにいる女のことです。家族はみんな死んで、食いぶちを得る術がないと聞きました。探してみよう。 太刀のお手入れをいたしませんか。お待たせしました。ではこれで我らも安全。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。もう鍛えられません。 さあどうぞ見ていってくださいよ。 ほどの品はありません。またいつでもいらっしゃってくださいな。これは困り合って戦ってよ。うん。
左内様、さあこちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作、聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の符の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よろめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の符の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して村の家々鎧をば被葬して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。仲良くやっていこうか。いや、
Al regreso voy a hacer una parada técnica de 2 minutos, no, de medio minuto, para que el directo no sea tan largo.